いいアニメ、はい、うん、しかしあのちょっと男子寄りな、ね、ちょっと女の子はあんまり ね、まあ、巨人の星とかちょっと、ね、男が好きそうな、なんかありましたか、うん、なつきちゃん気になる。あ、でも生まれてないかな。そうなんですよ。でも結構昔のアニメを見る機会が多くて、うん、ルパン三世最初藤子ちゃんかなりセクシーでしたよね、うん、普通で裸でこんな感じでいたりとか、うん、刺激的な作品だったなという印象が、うん、藤子ちゃんの声とあのバカボンのパパのママ、ママね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 、次もっと多分みんな、はい、どんどんはい、ドラマなんで、ね、ですからたくさん出てまいりますんで、はいはい、こちらです。ドラマバラエティ編、大喜劇王の出世作、ね、すごすぎるわ。帰らなかったらね、その帰らないって言うのお父さん、藤山かみさんの代表作といえばこの新親バカ子バカ。なんと番組視聴率は 49.2% という驚異の数字。ドラマですか、そんなことになってる。ドラマですか、そんなことになってる。ナオミさんやっぱそっくりやな。髪型ど根性の原点ドラマ。貧乏旅館に嫁いだ娘佳代の涙と感動の奮闘記。いや、こなしとってもね、いつも小井さん小井さんって言ってあんさん可愛がってなかった。あの優しいご隠居さんのことを思い出したさ。りん底メガネをかけた藤間奈美さんの演技も話題となりました。こんなもん飲めるか。幸せにな。時代を超先取りのコンテスト。ああ、なったね。はい、どうもこんにちは。日曜日のお昼がやってきますと、お楽しみテレビの時間がやってまいりました。おいどー。ああ、出た、プリンさん。おいどー。一世を風靡したのがこのプリン&キャッシーのテレビ。その中でもこのパフォーマンスコンテストは世間の話題をさらいました。そうそう、かわいいな。この松原くん、実は後にジャニーズ事務所に入りアイドルに。ありがとう。あら、どうも。そして同じくこちらのコーナーから芸能界に入ったのが川崎麻世さん。なんとも時代を先取りした画期的な番組でしたね。大物歌手続々輩出。全日本歌謡選手権。私バカよね。10週勝ち抜いてグランドチャンピオンになるとレコード会社と契約ができるというこの番組。山本譲二さんがこの番組からデビューしましたが、さらにこの超大物歌手も。その他にも天童よしみさんや中条きよしさんなどがこの番組からデビューを果たしたんですよ。こんなはちゃめちゃ番組が。ご機嫌いかがでしょうか。橋本哲也です。ご機嫌いかがですか。宇都宮みどりです。毎週とんでもない風変わりな競技で記録を競うこの番組、記念すべき第1回の企画はこのカクテル運搬選手権でした。出迎えの華やかなことも、他にも車でサッカーをしてみたり、後ろ向きマラソンで競い合ったり、さらには滝のアスキーと本当にやりたい放題。鳥人間コンテスト。あ、危ないよ。第1回の挑戦者はハンググライダーのような格好の人がほとんど。
そんな中記録を狙う気などさらさらなさそうな方も。今年で32回目となる鳥人間の原点はこの番組だったんですね。夜のお供の定番といえば、日本初の深夜のワイドショーとして登場した 11PM 名物コーナーといえば、セーリングと、いやーでございますね、あのかわいいでしょ、ああの、これね、ストロベリー、ストロベリーミスト、と毎回お酒を持った男性が登場。そして何といっても話題だったのはこの秘湯の旅、温泉紹介のお時間でございます。それでは温泉名は大沢温泉です。種別は露天風呂です。泉質は単純泉です。効能は神経痛、胃腸病などによろしいようです。通称ウサギちゃんと呼ばれる女性2人のリポートに世の男性は釘付けでしたね。